こんにちは、まさですこんにちは、エリです今回のポッドキャストのテーマは日本旅行です日本語を学ぶ学生になったつもりで話しますそれでは早速始めましょうエリさん、最近どこかに旅行に行きましたかはい、一ヶ月前に 北海道に行ってきました自然がすごく綺麗でしたあとご飯も全部おいしかったですそうなんですね何を食べたんですかラーメンとお寿司です北海道のラーメンはすごくおいしいって聞いたことあります僕もいつか行ってみたいなラーメンの中でも 味噌ラーメンが特におすすめですよマサさんは最近旅行に行かれましたか僕は半年前くらいに沖縄に行ってきましたよ海がすごく青くてびっくりしましたビーチもインスタグラムで見るよりきれいでしたそういうのって行ってみないと良さがわからないですよね天気は良かったんですか 3日間沖縄に行ったんですけど、ほとんど晴れてたんですよ。ラッキーでした。ラッキーですね。私が昔行った時は雨がちょっと降って、ビーチは楽しめませんでした。あー、それは残念でしたね。リベンジしたいですね。はい。来年にまた行こうかなと思っています。 沖縄でシュノーケリングはしましたかしましたよ魚とかサンゴ礁をすごく近くで見れました時間が経つのがあっという間で終了時間になってもうこんな時間かってなりました楽しいことをしていると時間が経つのは早いですよね エリさんは北海道では何をしたんですかラベンダー畑に行ったのと食べ歩きもしました朝一にも行って海鮮丼を食べました美味しすぎて今でも覚えています海鮮丼食べてみたいな。あと夜は星空を眺めながら友達とのんびりしました 普段空をゆっくり眺めることがないのでリラックスができましたいいですねそういうのも旅行ならではですよね次に行きたい場所はありますかそうですね次は熊本に行ってみたいです大自然を見てみたいし温泉にも行きたいですマサさんは 次の旅行先はもう決まっていますか僕は大阪に行きたいと思っています大阪でたこ焼きを食べてみたいです大阪に行ったことはありますかはい大阪には何度か行ったことがありますたこ焼きすごくおいしいですよたこ焼きだけじゃなくてお好み焼きとか 串カツも美味しいです。へえ、行くのが楽しみです。食べたいものが多すぎます。食べること以外で、大阪で何をしたいですか大阪城をゆっくり見学したいです。あとは、ユニバーサルスタジオジャパンに行きたいです。USJ は土日じゃなくて、平日がおすすめですよ。 混んでない方がもっと楽しめますそうなんですねそれなら平日に行くようにします大阪でおすすめの場所はありますか新世界がおすすめですよ夜になると活気があっていいです串カツも食べられますそれなら行ってみようと思います 道頓堀もいいですよ有名な歓楽街ですただ客引きには注意してくださいお酒をちょっと飲んだだけで1万円くらい取られることもありますええー、怖いですね旅行は安全に楽しむのが大事です悪い日本人もいっぱいいるので 悪い人をどう判断すればいいですかお店に誘う人がたまにいるんですけど、ついていかない方がいいです。居酒屋で3000円以上かからないと言っていますが、大抵嘘です。会計が10万円になってトラブルになることもあります。外でお店の人に誘われても大丈夫ですって言います。 もちろん迷っている時に道を教えてくれたりおすすめの場所を教えてくれる親切な人もいっぱいいますよ旅行で出会った人との会話は旅の思い出の中でも特に思い出に残りますよねそうですよね旅行で友達が増えるのも嬉しいですよねまた旅行に行きたくなってきました 今度東京に旅行に行くんですけど東京のおすすめスポットはありますかそうですね個人的には浅草が好きです日本の伝統的な雰囲気を感じられる場所なのでおすすめですよなるほど日本っぽさを感じたいし行ってみようかな浅草にはお土産屋もいっぱいあります 家族とか友達に浴衣を買うのもいいかもしれませんねそうなんですね和菓子も買いたいんですけど浅草にありますかありますよどら焼きとか洋館はお土産にもおすすめです旅行のプランに入れておきますあとアニメが好きなら秋葉原も楽しめると思いますよ 秋葉原はアニメとか漫画のキャラクターグッズが山ほどありますへえナルトが好きなのでフィギュアを買いたいですあとキーホルダーもゲームショップもいっぱいありますし飽きないと思います古いゲームが好きなので行くのが楽しみですゲームが好きって言ってましたもんね。 はい休みの日はしょっちゅうゲームしてます東京旅行楽しんでくださいねありがとうございますお土産買ってきますねどうでしたか今回は日本旅行について話してみましたまた日本語の会話をアップするので楽しみにしていてください ではまた次の動画で会いましょう。